様ら、ここに何をしに来た？いきなり戦闘なのかな？シャーディを返してもらいに来た？やはり目的は空族の娘か。しかし貴様ら空族には見えぬ。これは風者の谷の問題だ。関係ないよそ者に用はない。いっぱいいる。シャーティーを返してもらうまで帰らない。よし、よく言ったエヴァン。おい、それにもうこれは俺たちの問題だ。そうだろ？準備はいいか。おお、レベル11。レベル的には勝ってる。うわマジか。みんな出てくるとね、先に倒しちゃいたいかな。よいしょ、この子たちなら大丈夫で、フニャの力借りて、ちょっと攻撃パターン見たいっすよね。ありがてー、回復ありがてー。お、ローランが頑張ってくれてる。よいしょ、スキルを分回す。基本的に攻撃直線上かな。とりあえずこの子たちを先に何とかしよう。力を貸して。よいしょ、よいしょ、もうちょい。おお、先にエヴァンが攻撃する前に、なんとか倒せたね。よかったよかった。なあ、ザコたちも退散したようだ。シャーティは治っかな。無事だといいが。よし、ということでなんとかなりましたね。こっちか。なあ、いる。おい、力を貸して。あ、え、わあ、シャーティー、エヴァ、あんたはノラの少年、助けに来てくれたの？少年って君とそんなに違わないでしょ？そうだね。僕はエヴァン。ローランだ。エヴァン、ローラン、その二人ともありがとうね。にしてもあんたがこんな命知らずだったとはね。それにお頭がよく私一人を助けに行かせたな。取引したんだ、君を助けてくるから谷を越えることを許してほしいって。やっぱりね、私の目に狂いはなかった。あんたの目はお頭に似てる、だからお頭も気に入るんじゃないかって思ってたんだ。ガットーさんに似てないよ。いいや、絶対似てるって。あんたの目はね、遠い空の向こうを見てる、果てしなく遠くをね。
が帰ってきたぞ。戻ってきたって本当だ。お頭。おう。シャーティ、ヘマしたようだな。ごめん、お頭。エヴァン。約束通り、この谷を自由に通ることを許す。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ガトーさん。よし、これで玉神塚に一歩近づいたな。ですね。ね、玉神塚、あんたたち玉神塚に行くの？うん、うん、玉神塚ならウィングライダーで飛んでいくのが早いね。でも、なんでまたあんな偏僻なとこに？おう。こいつ、守護神と契約して、二の国を束ねる王になるんだとよ。二の国を束ねる王。なるほど。王様になるために、玉神塚に。あんたは見かけによらず、大胆なこと考えるんだ。決めた。エヴァン、あんたと一緒に行ってあげる。この谷のことは、私の方が詳しいからさ。マジか。何もお前が行かなくても。ん？おかしらはいつも言ってるじゃん、自分のことは自分で決めろってさ。そういうわけだからよろしくね、マン。おお、シャーティーのゴムになった。じゃあ私は下の広場でウィングライダーをスタンバイさせてるから、準備ができたら声かけて。頭抱えたけど大丈夫？ガットーさん、よーし、いよいよ玉神塚ですね。止まってくか。ん？ねえ、ねえ。よーし、ということで行きますか。私のウィングライダーなら玉神塚まで一飛びを準備できた。行きましょう。よ。おい、エヴァン、出発の前にちょっといいか。なんでしょう。みんなの手前、強く止めるなんて真似はしなかったが。玉神塚に入ったやつが無事だったことはね。シャーティに何かあったらただじゃおかねえからな。うん、気をつけるよ。シャーティのことは任せておいて。それじゃあ行ってくる。めっちゃ綺麗じゃないですか。玉神塚はこの上だよ。ほう。これはまた長い階段だな。よし。いよいよだね。さあ登ろう。よし、行きましょう。ジャンプすると気持ち早く登れるかな。さあ、陽光の玉神塚入っていきましょう。うん、ここで守護神と契約できるんだな。うん、うん、ちゃんと認めてもらえればね。これは？何時、守護を求めるものか？このお像が喋ってるのか？はい。僕はエヴァンドリスファン・ニャンダール、神の守護を受けるため参りました。ならば、知恵の試練と勇気の試練、二つの試練を乗り越え、王の資格を示すがいい。なんかやるんですかね。試練には一人で挑むこと。行け。さあ行け、エヴァンドリスファン・ニャンダル。その、気をつけてね、エヴァン。
大丈夫だ、お前ならやれる。マジか、王の試練。ああ。王になるための第一歩ですよね。頑張らねばですな。よし、では行きますか。ここは？ここは知恵の試練の間。始まりの書から終わりの書へと、物語を正しき結末へと導け。ただし、後戻りをすることは許されない。あれが始まりの書かな。そう、知恵の試練。なるほどね。とりあえずそこに行って、スタートって感じか？で、物語の内容を頼りに、石像のチェックポイントを正しい順に通過して、終わりの書まで、たどり着くことができればクリアと。ちょっと待ってね。とりあえず大丈夫なんだよね。始めるまでは。さあ、旅立ちの章。昔々、悪しき力を持つ竜が世界を支配していました。小さな村に住む小さな少年は、みんなの笑顔を取り戻すため、世界を救うと決意しました。村に伝わる魔法の杖が彼の思いに応えます。少年は杖に選ばれて魔法使いとなりました。妖精が杖の方向を向くと少年と出会います。こうして二人は世界を救う長い旅に出たんです。なるほど。で、ここからスタートって感じか？で、ボーナスオーブ。よし。そっか、できれば取っていきたいな、オーブね。ちょっと考えますね。これでいいか。よーし、ありがとうございます。もうめっちゃもらえる。よし。さすがに何個かありますよね。おおおお、そういう感じね。これは？なるほどね。中断する場合はね。そう、次は出会いの章ですね。とりあえずね、まずここで大丈夫だと思うんですが。で、こうか。で、オープン取って、で、こういって、
で、これでいいかな。よし。よし。さあ、では次行きましょう。もう一個ぐらいあるんじゃないか。ですよねー。うわなんかすげえ複雑な感じがするけど。さあ、決戦の章ですね。魔法使いから始まってっていう感じか。ちょっとマジで確認した方がいいよな。結構長いですよね。とりあえず、おおびっくりした。ここまでは来ちゃっていいのかなって思ったんだけど、なるほどね、そういうことね。で、こうして、これでいけるよね。で、こうして、これは取りに行っちゃっていいよな。オーブ2つね。よし。で、とりあえずここまで行って、で、回して、むずくない?結構頑張ってると思うんだけど、我ながら。とりあえずここ通って、あ、そっか。これ向こう側だね。でも大丈夫か?こっちから行って。オーブを拾ってくように回ればいいのかなって思うので。こんな感じかな?
で、回して。OK。で、これでいいのか。よーし、ありがとうございます。普通にむずかったんだけど、よかったー。何時の地へしかと見届けた。あの魔法陣に入ればいいのか。よーし、なんとかなったー。装備見とくって思ったけど、開けなそうなんで入っちゃいましょう。うわ、何ここ、空の上。ここは勇気の試練の間？戦う系なのかな？行け！ぽいですよね。よし、頑張りますか。で、開けるよね。よし、開いて。結構いろいろね、手に入ったんだよね。うわ、強っ！で、入れとこう。さあ、ということで装備をですね、こんな感じにしました。一応威力順になってんのかな。で、槍系みたいですね。シャーティーは、あー、セーブポイントある。じゃあそれなりに強いのかな。よーし、行きますか。闘技場か。やばいの出てきたんだけど。そっか、ローランとシャーティの装備も整えたけど、思えばエヴァンで戦うんでしたね。ただフニャたちは一緒に戦ってくれるっぽいので、しっかりと協力していただきましょう。よいしょ、もう一丁。そう、仲間がいるんだよ。まあ、毎度のことながら、あんまり正面には行かない方がいいのかなっていうのがあるけど。お、今行けるんじゃね、今行けるんじゃね。よいしょ、はい、半分ぐらい大丈夫。結構おこじゃない、ウゴさん、おこじゃない。おぉロボコンみたいになっとる。てか、ロボコンって世代？やばないっすか？やばないっすか？何来る？何来る？むしろ今攻撃した方が良かったやつ？おお、ただ隙も大きいか。今のうちに。よいしょ、いけるいけるいける。
よし、ありがとうございます。エヴァン。ああ、やったようだな。ああ、二人とも。エヴァン・ドリス・ファン・ニャンダール、汝の知恵と勇気、確かに見せてもらったぞ。あれ、守護神はどこ？おい、ここや、ここ。え？